はい、トントンポーズはい、こんにちは。今ケンタッキーフライドチキンに来ております。こんな感じでね、ランチをね、今ね、注文しました。それとね、今日はね、ここ飯塚市の、地方試験場で、僕のね、運転免許証のね、切り替えにやってきましたので、ついでにね、午前中終わりましたので、ついでにこの近くをね、お買い物ディスカウントストアによってね、お買い物して、帰る途中でございます。はい、それではね、ケンタッキーフライドチキン、僕のいつも頼んでるね、オリジナルチキンを2つと、このお芋ですね、フライドポテトをね、今からちょっと食べながら、ゆっくりしたいと思います。合計、ここはね、飯塚のね、秋松店、秋松というところに来ております。福岡県のね、飯塚市の秋松ですね。はい、先ほどね、もう手洗ったので、これは使いませんけども、ちょっと食べてみたいと思いますね。よいしょ。僕の大好きなね、ケンタッキーフライドチキンですね。覗いてますかね。外はね、もうすぐ外はこんな感じになっております。そして今バイクがね、僕のバイクは駐車場に止まっておりまして、今ね、道路、この真ん前の道路はね、国道205線、ダライフの方にね、向かう道でございます。冷水峠通ってね、ダライフ天満宮ね、通っていきます。でこんな感じでね、店内でね、飲食はできます。こんな感じで、間隔を空けてご利用くださいということでね、飲食はできますね。もうだいぶね、規制もね、解除されたようですので、はい、それではね、いただきます。久しぶり。スマホの場合はね、ちょっと鼻らかいて落とさないとね、顔がね、映りませんですね。はい、それではいただきます。今日はね、大きな鶏がね、2つ、大きいところを2つ入っておりましてね、ボリュームがね、ありますね。ちょっとね、外の方はね、どんより曇っております、今日の天気はね。今日はね、曇りのお天気ですので、雨は降らないということでね。
美味しい。美味しい。うん。久しぶりのケンタランチね。もう半年ぐらい食べてないかな。はい、そんな感じで、ちょっとね、この後ね、動画止めて、ゆっくりね、食べたいと思いますので、この辺でね、失礼したい、いたします。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。